皆さん、こんにちは。メンバーが脱退したり、名前が変わったり、何かと話題を提供してくれる欅坂46に在籍している小林由依さん。前センターからその座を引き継いだ小林由依さんの隠れビッチやぼっちキャラなどエロい噂とは、脱いだらすごい大きいおっぱいの持ち主って本当？週刊誌の企画で隠れビッチ1位を獲得。男装好き、イケメンに感動して涙を流した小林由依さん。楽器が友達、小林由依さんはぼっちキャラ。小林由依さんの男性遍歴、ジャニーズの岩沢さんとの関係は、小林由依さんに似ている AV 女優奏自由、次期センターとして欅坂46のセンターも務める小林由依さん。エロいと評判の画像や抜ける画像など探しまくって集めました。気になる男性遍歴についてもご紹介していきますよ。芸名、本名小林由依、生年月日、年齢1999年10月23日、23歳、出身地、日本、埼玉県、血液型、A 型、身長、161cm、愛称、ゆいぽん、小葉ゆい、ぽんぽん、小林ぽんゲバビー、所属事務所、シード・フラワー合同会社、アイドルグループ、欅坂46の主要メンバー、小林ゆいさん。小学生の頃にスカウトされたのをきっかけに芸能界に興味を持つようになります。中学高校時代は吹奏楽部や軽音楽部で楽器演奏に夢中の日々を送りました。高1の時、友達の影響で本格的にアイドルを志し、鳥居坂46、後の欅坂46の1期生募集オーディションにエントリー。2015年8月21日に見事合格を果たして芸能界入りを叶えました。オーディションでは得意のギターを披露したようです。過去にスカウトされていただけあって、このあたりは順調ですね。その後、2016年4月6日にファーストシングルサイレントマジョリティで欅坂46メンバーとしてデビューします。グループでの活動をメインに、2018年7月27日にはファッション雑誌ウィズのモデル、欅坂からは通算5人目のモデルを始めたり、元メンバー平手友梨奈の後を継いで欅坂46のセンターになったりと、芸能活動は順風満帆です。2019年3月13日初のソロ写真集感情の構図をリリースすると、週間推定売上約3万部を記録し、オリコン週刊ブックランキング2位、写真集部門では2週連続ランキング1位を獲得しました。しっかり者の雰囲気を漂わせていますが、写真集で見せてくれた水着画像を見ると、案外おっぱいが大きくてエロいんですよね。推定 CD カップと言われていて、寄せていたとしても大満足なエロさがあります。アイドルといえども一人の女性、探せばエロい噂やセックス事情について何か情報が見つかるはずです。男装好きや隠れビッチなど出てきました。2019年には週刊大衆の月刊版 EX 大衆で、元装からセックス好きなメンバーをランク付けする企画を実施したところ、隠れビッチ部門で栄えある意義の座を獲得した小林由依さん。情熱的でダメと言われたら欲しくなるタイプ、すでに恋人のいる男性に魅力を感じてしまい不倫を繰り返す、今後スキャンダル騒動もありえるかもなど、すごい結果となりました。ネット上でもとにかくエロいなどと囁かれている小林由依さんですが、元装がそういうことなら妙に納得できます。ヘアビンゴ2の企画で男装した欅坂メンバーの中で誰を彼氏にしたいかという企画にて、小林由依さんは渡辺理沙をというイケメンを見るや否や感動して涙を流しました。一時期はこの渡辺理沙が小林由依さんの彼氏ではと噂になったこともあったようですが、同じ欅坂メンバーの渡辺理沙が男装した姿でした。渡辺理沙さんの男装姿があまりにもイケメンすぎて、涙を流しながらそのかっこよさにメロメロになっていたようです。やっぱり女子はイケメンに弱いんですね。人見知りで集団行動が苦手なため、一人行動を好む小林由依さん。中学、高校と吹奏楽部や軽音楽部に所属していた小林由依さん。吹奏楽部ではサクソフォンを、軽音楽部ではギターを演奏していたそうです。毎日部活で楽器演奏に夢中になっていたためか、楽器が友達発言を過去にしていたようです。
これは彼氏は愚か、友達もいないなんてことになりかねない発言ですね。ぼっちキャラが注目されるきっかけとなったのは、2015年11月9日、テレビ東京系放送の冠番組、欅って、書けない。で、オリエンテーション合宿中にひたすら一人でいた様子が映し出されたためでした。同番組の他の日の放送では、今年の目標は友達を作ることや、ほとんど家から出ない等の発言をしたため、ぼっちキャラが定着していったようです。群れずに我が道を行く感じが、かえって好感持てますね。まずは小林由依さんのエロさやセックス事情を男遍歴から探ってみようと思います。一人の男性の名前が浮上しましたが、詳しくは以下にご紹介していきます。小林由依さんの彼氏はジャニーズの岩沢という噂がありました。ところでこの岩沢さんってどのグループにいる人でしょうか。そもそも最近のジャニーズで岩沢という名前を聞かないような、この男性はジャニーズジュニアの一人で、しかもかなり以前に2年間だけ活動をしていた人でした。フルネームは岩沢祐介で、12歳14歳の間だけジュニアとして活動を、20年前に芸能界を引退していました。年齢はちょうど嵐の二宮和也と同期になるそうですから、小林由依さんとは結構年齢差がありますね。ただこの2人が付き合っている事実はない模様です。週刊誌に撮られて話題になったこともなく、一部のジャニーズファンが勝手に噂をしているだけのようですね。その他のゴシップも調べてみましたが、まだ若いのと恋愛禁止の鉄壁アイドルグループの一員ということもあってか、噂らしきものも見つかりませんでした。もっと大人になったら浮いた噂の一つや二つは出てくるかもしれません。結局小林由依さんの付き合った彼氏情報は出てきませんでした。ネット上ではエロい、小林由依だけエロさがあるなどの声があって、男性からの人気は高そうです。エッチでは積極的にプレイに臨まないかもしれませんが、恥じらったり思わず喘ぎ声が漏れちゃったりと、エロさがにじみ出てくるようなセックスを繰り広げるのではという印象です。鉄壁アイドルの小林由依さんに関する濡れ場やセックスシーンが見られる動画は残念ながら存在しませんでした。ですがキス顔をしている自負画像を発見しました。ドラマ女子高生の無駄遣いから小林由依さんのキス顔、2020年1月24日、3月6日の間、テレビ朝日で放送されていたドラマ女子高生の無駄遣いからの小林由依さん、女子が大好きな女子役で物語の中でも目立つ存在でした。キスを求める小林由依が可愛らしくてエロいですね。ドラマ女子高生の無駄遣いでは、女子が大好きなハーフの転校生役をコミカルに演じていた小林由依さん、動画で振り返ってみると個性的な役柄に妙にハマっていることに気づきます。もしかすると男性のこともこうして観察しているのかも。なんといってもイケメンに涙した小林由依さんですからね。ぼっちでありながら密かに好きな男性がいたりするかもしれませんね。小林由依に似ている AV 女優ならかなでみゆがぴったりです。顔立ち、特に目元が本人そっくりで、本家よりもおっぱいがでかい G カップボディの持ち主、カメラに向かって見せる表情も小林由依さんにかなり似ています。かなでみゆさんの AV 作品を見れば小林由依さんとの疑似セックスを堪能できること間違いなしですよ。しっかり者のイメージと笑顔のほわんとした雰囲気のギャップが可愛らしい小林由依さんは、脱いだらすごいボディの持ち主でした。学生時代はぼっちだった。欅坂 46 第1期生オーディションに合格して芸能界入りした。クリスマスの楽しい過ごし方がよくわからない。ソロ写真集で見せている体やおっぱいがとにかくエロい。イケメンを見て感動で涙が出てしまった。ドラマで見せた仕草やキス顔がエロい。坂道アイドルの小林由依さんなので、濡れ場や際どい動画などは残念ながら見つかりませんでした。しかしふとした瞬間に見せる表情や推定 D カップのおっぱいに、やられている男性がたくさんいます。女子からの人気も高い小林由依さんの今後の活躍に期待です。エロいハプニングもどんどんよろしくお願いします。ここまで読んでいただきありがとうございました。